皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワイルナのアスカカマイフです。今日は貨幣についてお話しします。しばらく前のコメント欄で、貨幣はどのようにされていますかといったようなコメントをいただきました。そこで、今日は私たちの払うではどのような貨幣をかけているのか説明していきたいと思います。私たちの払うでは貨幣をかける場合とかけない場合というのがあります。貨幣をかける場合はリズミカルでスタンダードナンバーのようにバンプが間に入っているというような曲の場合です。貨幣をかけない場合はスローバラードのようなゆったりしっとりした歌の場合です。では貨幣をかけるタイミングについて説明します。また表を使いますね。このような表になっています。で、右カホロ左カホロのバンプの時に、貨幣をかけると想定しますね。そしたら 1,2,3,4 右カホロです。で、5,6,7,8 の左カホロの最後の7拍、この紫で囲ってあるこの 7,8 このタイミングで貨幣をかけています。では次に貨幣を何文字で入れていくのかという説明に入っていきます。で、基本的には歌詞の初めの言葉を貨幣に使っています。ですので言葉が2文字なら2文字、初めの言葉が3文字なら3文字というふうに、初めの言葉の長さによって貨幣の長さが決まるということになります。では具体的な例があった方が分かりやすいので、具体的な例を挙げて説明していきます。今ちょっと練習しているレイマイレという曲を取りますね。で、この曲の一番初め、カウラナから始まります。ですのでカヒアはカウラナとかけていきます。で、次2番になりますね。2番は初め母にで始まります。ですのでバンプの最後の7、8カウント目で母にと入れていきます。3番は大江になるので大江で、最後4番はフアナというふうになります。ですので、それぞれ4文字であったり3文字であったりしていると思います。いかがでしたか？今日説明させていただいたのは、私たちの払うで行っている貨幣の方法でした。で、払うごとにいろいろな特徴があるかもしれませんね。ですので、もしよかったらコメント欄で皆さんの払うでの貨幣のかけ方を教えてください。今日は貨幣についてお話ししました。ポイントはバンプの最後の2拍を使って次の歌詞の先頭の言葉を貨幣にするです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。